こんにちは、シェアピクリエイターのつまきです。動物さんとの幸せ共有体験、シェアズハピネスウィズアニマルズを略してシェアピの楽しさをお伝えするシェアピテレビ、今回はこちら、デデン、ついに出ましたオウム卵についてご紹介したいと思います。はい、ということでついに出ましたオウムタシ動物園の本でございます。タイトルは、オウムタシ動物園の取り組み最先端の方針と実践。にょにょー、もう2年かかりました。今までね、ずっと取材させていただいて、その記事もね、下に載せておくんでぜひ見てほしいんですけど、それでも最後の取材が2019年11月、そっから2年かかって2021年11月、本当に丸2年かかって出ました。もうなんでそんなかかったのかって、私がとろいからなんですけれども、でも書いた後もやっぱり、オウムタシ動物園ってもう毎日すごい取り組みをするんで、書いても終わんないんですよ。これはもう永遠に完成しないなーって途中で思って、ここで一回区切りますって思っても、やっぱりそれも紹介したいとか思って書いちゃうし、そして皆さんが本当に一生懸命直してくださるんで、そんなこんなで2年、もう本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。で、どんな内容か。オウムタシ動物園の動物福祉向上の取り組み、ほぼ全部網羅していると思います。もちろんこれ、はい、ここまでような、あとはもう書き切らないですけど、ここ近年のは、おおむね、書いておりますでね。これなんでも、こんないっぱい付箋があるかっていうと、これはね、試作品第2号なんですよ。まだちょっと発売前に撮ってますんで、あれですけど、でもこうなります。Amazon オンデマンド出版です。どうして普通の出版社から出さないのと言いますと、それはいろいろ事情があってですね、結構出版社今不景気で、こうチャレンジングな本は出せなかったりとか、あとは他の本の仕事でいろいろやり取りする中で、本当にその編集さんがね、私が餌っていう言葉嫌で、直しても餌に戻してくるとか、もうそういうのももううんざりしたりとかして、もうAmazonオンデマンドでどんどん出していこうと。そうすると絶版もないですしね。ということで、初めてなんでちょっとドキドキですけれども、Amazon オンデマンドで出します。なのでね、そんな値段もちょっとお高めで、いくらを想定してたんだっけ、下見てください。3300円か3200円、すいません、迷いに迷いすぎてどっちか分かんなくなっちゃったんですけれども、それでもそんなに利益乗っけてないんですよ。やっぱりあんまり、それにさらに税金かかってきちゃうのかなと思ったんで、なるべく抑えめにしました。さらに売上の半分はオウムタシ動物園に寄付します。ということで、1000冊ぐらい売れないと私の赤字は解消されませんが、いいんです。とにかくオウムタシ動物園の取り組みをね、知ってほしかったんです。で、これ自分の本なんでね、別に見せられますけど、フルカラーでですね、こういう風に、ちょっと待って、なんかどこにしようかな、もうどこも見どころなんだけど、こんな風に、なんかこんな風にフルカラーで各動物産地のごとの福祉向上や取り組みごとの紹介とか載ってますんで、もはや動物福祉向上の取り組み図鑑だと思っていただきたい。ね、厚みもあって、188ページあります。188ページ。この大きさで188ページありますんで、その3000何百円プラス税って高いと思いかもしれないですけども、図鑑買うと思っていただければと思います。さらにですね、なぜオウムタシ動物園がうまくいってるのか、それは、園の方針がはっきりしてるからですね。動物福祉を伝える動物園という方針を徹底している。だからこそここまでうまく買われたんですよね。私は本当にもうだいぶ前から、多分10年ぐらいは通わせていただいてますけれども、最初は他の園間と変わらず苦労されてました。でもこの方針が浸透していって、この方針に沿って人を採用してっていう徹底してるうちに、こんなにも素晴らしい園になりました。なのでその辺もね、ぜひ読んでいただきたいです。それでですね、これは誰向けなんじゃいって感じですけど、本当もう全人類向けですよ。飼育員さんはもちろんすごく参考になると思います。具体的に何してるかが書いてあるし、写真も載ってますんで参考になりますし、園間の運営する側ですね、どうしてあそこがうまくいってるのかっていうのを読めば多分わかると思います。ですので、でもちろん園間ファンの方ね、どうやって園間を応援したらいいのかなって、こういう風な取り組みするといいっていう風に応援してほしいと思います。で、飼育員さんってね、オウムタみたいにするといいよとか言うとね、なんか嫌がる人多いんですけど、そんなこと言ってる場合じゃないですよね。なんでいいじゃん、他でさやってみてうまくいったんならさ、ちょっと
うちで やってみようかな、うちの現場に流してやってみようかなって思えばいいだけのことで、他と一緒ですよ。すごい建物古くて貧乏で人数も足りてないのにこんだけやれるんですよ。でですよ、その国内外277箇所の沿岸とか動物園の施設見てきた身としてですよ、ここの大牟田植物園の飼育員さん本当に下手した多分ね世界一清々しい顔して働いてんですよ。なぜなのかですよ。それはやっぱりあの方針がすごく真っ当で、しかもそれが徹底できてるからですよ。もちろんね 100% 正しいとか悪いとこないとは言いません。そんな職場あるわけないじゃんだからあの大牟田の皆さんはなんせ熱心なんで、私が初め参考になればいいんだからいいとこだけ書いたんです。だからダメだと、あの改善点も書いてくれというので改善点も書きましたよ。しかもあの私忖度って本当に冷酷なことだと思ってるんです。相手が気づく機会を奪ってるだけですので、本気でダメ出ししましたのでそこもそれをねやっぱ上の人は読んでほしい。何こんな素晴らしい人たちが働いてるのに何が足りないのか、どう応援したらもっと自分らの利益にもなるのかをねこれ見て知ってほしいです。ということで、あの演歌ファンの皆さんはですね、これを鼻息荒く買った上にですね、そういう人に寄付してほしいんです。行政の上の方の人、演歌担当の人、市長さんとか県知事とか社長さんとか上の方の人にあのぜひぜひ寄付してほしいです。あとは、うん、ちょっとねバックあの ISBN 登録するとまた高くなっちゃうんでしなかったので受け入れてもらえないかもしれないですけど、図書館とかあとは学校ですよね。今の若者たちに今の演歌、これからの演歌っていうのはこれなんだっていうのを知ってほしいので、でちょっとね若者は買うには高いかもしれないので、そういうところに寄付していただいたり、給料安くて買えない飼育員さんに寄付していただいたり、そういうふうにして応援してほしいです。もうあのなんだろう、もう絶大なる自信を持っております。あのそしてですね、これだけは言わなきゃいけない、あの大牟田市動物園の飼育員さんたちはすごく謙虚な方が多いので嫌がってますこんな自分たちの取り組み美は素晴らしいとかいうのはあのあんまりそういう言われることがいいことなのかどうか良くないんじゃないかぐらいの謙虚な方たちです。でもだからこそこういういい仕事もできるのかなと思うし、その謙遜はね私は正しくないと思ってるんで、もう超自慢してほしい。ここまでやったで、見れ俺のページに全部マーカー引けぐらい言ってほしいですよ。本当にそれだけの仕事をしてますよ。277箇所見た人が言ってるんですから、ちょっとは信じてほしい、自慢してほしい。そういう本当に細かく書きました、で細かく直していただきました。もうそれは直していただきました。本当にありがとうございます。特にですね、あのキリンさんとか担当されてる河野さんがあのメインとなってあの直してくださいました。私と構成を担当したスーパーシューのあっちゃんが老眼で気づかなかった誤字脱字まで気づいて直していただき本当すいませんでした。でもありがとうございます。でそのね河野さんはね素晴らしすぎて、私は師匠って呼んでるんですけどね、20歳ぐらいしたかもしれないけど、師匠はねもうあの師匠のあの取り組みはね絶対生か、動画とかで見てほしいんですよね。あの大牟田市動物園すごい発信してますよね、 Facebook とか YouTube とか、あれで師匠のあの話し方をぜひ見てほしいんですよ。絶対絶対に動物さんに何々させるとは言わないんですよ、師匠は。あの取材で一日くっついてても一回も言わないですよ。こんなね偉そうに言ってる私ですら、まだやっぱりうちの猫さんに薬飲ませなきゃとか言いますもん。でうわまだまだやなと思いますけど、師匠はただの一度も言わないです。全部何々してもらうって言います。もう動物さんの園下に住んでいただくだけでもう本当に御の字です。これ以上何かさせる必要ないんですよ。全部何々してもらう、その本気の本気でそう思ってるから言い間違えないんだと思うんですよね。そういう師匠がすごい、師匠だから表紙だからじゃないですけど、まあ、取り組みで表紙、あの寝室でキリンさんに枝葉を用意している師匠が表紙ですのでね、あのでも本当そういう飼育さんばっかりなんですよ。夢のようですパラダイスです。2年も取材に来てないなんて信じられないんですけど、いっぱい発信してくれるから、なんか毎日いろいろ取り組みが見れて本当ありがたいんですけれども、これもねぜひそれに加えてほしいと思います。でどんだけねこの動物福祉向上の取り組みのインパクト、コンテンツとしての魅力すごくないですか。だってケモノートっていう冊子を作る人が出ましたよね。ではガマダセ動物園っていうテレビ作る人が出ましたよね。命のスケッチっていう映画作る人出ましたよね。でこれ本作る人出ましたよね。冊子、テレビ、映画、本、あと何があるのかなね、
それだけ、ただごとじゃないですよ。映画ほど大変じゃないかもしれないですけど、本作るのただごとじゃないですよ。2年かけてますからね。その人件費っていうか執筆費は全く計上してませんけれども、それだけでもやりたくなっちゃうほどの魅力なんですよ。この飼育員さんたちがそういう取り組みして、動物さんが少しでも生き生きするを目の当てにする魅力、これぞ園の仕事、園館の仕事ですよ。園館に来た人、園館の発祥を見た人の脳内変えてるんですからね。動物さん幸せでよかったって思える人、共生の意識がある人を育ててるんですよ。それを私はシェアピストって言うんですけど、シェアピストを増やしてる、それが園館の仕事、保全教育だと思ってるんで、本当に意義深い園ですという、その具体例が188ページにわたって書いてあります。うちカラーページ151ページだから高くなっちゃったんですけど、いやでもカラー減らして安くなるぐらいなら151ページカラーで3300円、すいませんね、確認してから取れまあどっちか、それぐらい価値あるんで、ぜひぜひぜひってハードル上げて、なんだよってでも絶対思わないと思います。ということでですね、Amazon でのみの販売になりますので、あの下に載せときますんでね、ぜひお買い求めいただければと思います。何よりね、あのおむたし動物園のすごさをさらに知ってファンになっていただいて、どんどん行っていただいたり応援していただいて、どんどん一緒に盛り上げていくお仲間が増えたら嬉しいですし、あのいろんな方の参考にしていただけたら嬉しいです。ぜひお願いいたします。マジおすすめ、買わないわけないよね買ってね、ぜひぜひあの寄付もしたいし、あの一応私だって、ね、あの赤字でいいと思ってるわけじゃないんでね、もうね、ほんとね、ぶっちゃけね、5000冊ぐらい売れればいいなと思ってます。ほんと、ほんと、いやいや、全然1万冊でも何でもいいんですけど、ほんとみんなに知ってほしい。あ、そうそう、知ってほしいから、ぜひいろんなメディアの方にも送っていただいて、これが今一番面白い園館の取材、園館ネタ、一番面白いのこれだっつうの。ぜひぜひ、あの、教えてあげてほしいです。そういうこと、いろんなことに活用してください、もう。ね。あの、これ、付箋のとこはちゃんと直してありますが、なお誤字脱字とかあったら本当すいませんけれども、素人の限界でございますけど、でもいや、この間ね、別の普通に出版社から出してもすごかったから、あの結構頑張りました、構成も、あのみんなで頑張りました。なので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。